フランクリンメソッドを学んで毎日と人生がすごい楽しくなりました。私の中の解剖学のイメージが180度変わりました。また自分が変わりました。人間が好きになると思います。トレーナーとしても人としても考え方が変わりました。昨日を知らないのはとっても損をすると思います。幸せな気持ちでまた次来たいと思います、体のことを学んで心のありようまで感じることになるのですごい人とのつながりで変わる。これだけ簡単な言葉で体の詳細を勉強できるところはフランクリンメソッド以外ないと思います。人間って本当に変わるんだなと実感しました。心も体も大きく変わりました。早くこれをいろんな人に伝えていきたいと思います。こんなに体が変わるメソッドを他には私は知らないです。全ての人がこのフランクリンメソッドを知ってほしいと思います。